吉田さん、速稼塾の久保です。今回ね、3つの努力というテーマでお話しいただきました。まあ、13分ぐらいのねお話だったんですけども、非常に良かったんじゃないですかね。なんかね、最近の吉谷さんの中ではかなりねソウルが入っていたかなと思いまして、私もちょっとね久しぶりに人の動画でワクワクしちゃいました。特にね、このお金を稼ぐのはマストっていう考え方、私もね本当に深く思うんですよ。いろんな問題を抱えてらっしゃる方とか、政治とか社会に対して文句がある方っていると思うんですよ。まあそういう方からね、私は動画をたくさん、動画じゃないわ、いろいろとコメントをいただいたり、メッセージをいただいたりすることはもう日常なんですよね。もう最近はね、動画のコメントが1日にね、百数十件とか並んでいて、もう返信がしきれないですね。まあでもすごく面白いというか、多くの方の、まあ本当にね、悩みといいますか、憤りとか、行き詰まりっていうのを感じて、ああ、まだまだ自分の働き足りないなと思うばかりなんですけども、でもね、お金なんて関係ない、お金なんて汚いとかね、政治家はこうだとかああだとかいう中で、私シンプルに考えるのは、この人たちの不満っていうのは、この人たちがお金を持ったら多分こんなこと言ってないだろうなっていうふうに思うんですよ。やっぱり自分の所得がなかなか上がらないとかね、もういろんな手続きが煩雑で自分にはそれがね手に入らないとか、自分にお金が回ってこない、結局そういうことからお金を得てる人が憎いっていう発想になってきて、まあ、私もね麻生財務大臣とか小池さんの動画ちょっとね作らせていただいた中で、確かにこの人たちの金銭感覚はちょっと私たちは違うなとは思ったんですけども、逆にまあお金に困ってる人の金銭感覚も違うなっていうのも同時に感じるんですよ。どちらかに肩入れするわけではないんですけども、シンプルにこの世の中っていうのはどのようにお金を稼いでいくかっていうゲームであるところは多いですよね。で、私の行き着いた答えとしては、人が求めていたものを提供した人にはお金が入ってくるっていう仕組みなのかなと思うんですよ。ありがとうと言われた数だけ収入が上がっていくと言い換えてもいいかもしれません。まあ、ですんでね、誰にも感謝されてない人って結構ねお金に困るケースがあるんではないかなと思います。もちろん全部ではないと思いますけども、感謝されてるのにお金にならないというね、本当に運の悪い例もあると思うんですよ。ものすごく真っ当な人とか、ものすごくね美しい心の人が恵まれないっていうね、周りの人の見る目がないっていう、見る目がないっていうケースもあるんで、だからその分はね、吉田さん言われたように何らかの努力によって自分のパフォーマンスの結果が周りの人に分かっていただけるようにするしかないかなと思ってるんですよ。例えばね、こういうのもあります。社会的証明っていうんですけども、私はこんなことに、長けてますと、この人の役に立ちました、この人にはダイエットを成功させました、恋愛を成功させました、この人には稼がしましたっていうふうな、そういった実例をいっぱい持ってきたりとか、自分はまだできてないけどこういうことを考えてますっていうふうに理想とか夢を語ることによって共感を得てですね、だったらあなたにお願いしようと、いくらですかっていうふうに言わせるための、まあそういう演出ですかね、そういうふうな努力ってものがあるのかなと思うんですよ。で、私もね、努力と言えないほどのものではない、自分がやったことを努力っていうのはね、なんかかっこ悪いんで言いたくないんですけども、麻雀しかしてこなかった私がね、パソコンを生業にするっていうのは、これはね、今振り返ってみると努力以外の何者ではなかったんじゃないかなと思うんですよ。ただ私の努力っていうのは、頑張ってるぞっていうよりもワクワクしてね、うわこれすっごく稼げるようになるぞとかね、パソコン覚えるって楽しいなとかって、あ、検索で何も出てくる、何でもかんでも出てくるじゃんみたいなね、そんなことであったりとか、 YouTube ポンと上げてみたら、こんな動画誰も見ねえよなとか、なんでこの冴えねえ顔で俺喋ってんだよと思ったら問い合わせが来るとかね、で1ヶ月で50件ぐらいの方が私の口座にお金を振り込んでくれるみたいなね、それがスタートだったりするんですよ。麻雀店でいくら不特定多数の人に顔を晒していても、ビラを配りに行っても、こうやってね店の上りをこうやって振って、はい麻雀ですよっていうね、不特定多数の人に、それこそ1日に数千人数万人の前に顔を晒しても石を投げられたことはありません。それに引き換えるとね、YouTube で動画を上げて100人1000人に見られたところで、不特定多数の人に見られたところで何人も来ませんよ。だからこれもね、私がやった結果、あ、結構恐れるもんでもなかったんだなって思った収穫物ですよね。だからこういうのも、今振り返ってみると、自分のやったことを美化しようと思えばね、誇らしく美化しようと思えば、いやらしく美化しようと思えば、これは努力だって言えるんですけども、私は努力じゃなくて結構楽しかったんでね、生きるってことが。食べることもね、もちろん楽しみの一つでありますけども、食べられないことも楽しみの一つだったりするんですよ。吉谷さん、私はね、牢屋に入った時、自由に物が食べられなかったんですよ。逮捕されてね、1ヶ月ぐらい交流食らってたんですけども、なんかね、楽しかったようなところもあります。あ、こういうふうに、刑に服する前に入るところがあるんだとかね、あ、これは県警のどっかの警察署の一部にこういう留置所ってのがあるんだってのを学んだりね、で留置所から人の姿は見えないけども声が聞こえてくるみたいなね、で小学生の登校する
声が聞こえるんですよ、わや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 。それによって私は時間を知るみたいなね、あ、そろそろ8時前かなみたいな感じでね、分かるとかね、いろんな発見があったりとかして、なんかね、結構ね、人の言う努力っていうのは私にとってみると興味深い、好奇心をそそる楽しいものだっていうふうに言い換えることもできるんですよね。そう考えてみると、お金を稼ぐことってマストなんですけども、何をしたら喜ぶかなっていうふうに考えることも楽しいし、それを提案して手に取っていただけたらもっと嬉しいですしね。さらに入金があったら、今度はあ、こんなにこの人は満足度を得てるのかと思って確認できて楽しいなと思ったりするんですよ。まあ、まさにね、私初期の頃は月末の支払いのために一生懸命ビジネスやっていたところがあります、でも今は月末の支払いのためにというよりもね、なんかその自分のアクションによって反応する方との縁がすごく面白いなと思いますし、ありがたいなと思ってるんですよね、で吉田さんがね、今回の動画の中で言われてたのは、今日商品作って今日セールスして今日売り上げやることができるって言ってましたよね。この日銭商売っていう感覚は私もあるんですよ。麻雀店をやっていた時、飲食店をやっていた時って、オープンすれば、まあお客さんがゼロってことはなかったですね、さすがに。まあ少なくともね、3人とか最悪で7人っていう日がありました。3人っていうのはね、なかったんですけども、7人しかお客さんが来なくてっていう日はありましたね、そういう時でも、あ、でも来てくれるんだと思いましたしね。それからその人に対して、まあ、ビジネスを店内で発揮することができたり、売り上げ上げられるんですよね。でその日のうちにお客さんの財布にあったお金が自分の会社のレジに入るっていうことを考えると、即金商売っていうのは、まあ、インターネットでは難しいなとは思っていたんですけども、今なら可能だと思います。それはですね、これはリアル店舗と同じなんですけども、店舗ってオープンした日にお客さんを来てもらおうと思ったら、オープンするまでの自分の個人的な人間関係を作っていくしかないんですよね。ですので私はいろんなところでオープン前に1ヶ月麻雀をしていったんですよ。で麻雀をしていると、こういうね、業界の情報っていうのはね、どっから漏れるのか分かんないんですけども、お、久保ちゃん、お前今度麻雀やるらしいじゃんみたいなね、ことを言ってくれるんですよ。お、宣伝にでも来てるんかって言われましたけど、いや、単なる麻雀来てるだけですよ。でもね、単なる麻雀するだけが宣伝になるって私も分かってるし、周りの人も分かってるんですよ。だからオープンしたら行くからねみたいな声もかけられるんですよ。で結局オープン日には95人の人がね、私目当てに来てくれたんですよ。だから私はその時店長だったんで、でスタッフさんとかね、社員さんとかアルバイトの方いるじゃないですか。顔は立ちましたね、おかげさんで。久保ちゃんいるみたいな感じで来てくれたんで、みんな、まあ、とりあえず来てくれたんですけど、私と同じ年代かそれより上だったんで、立ちの悪い人ばっかりだったんですけどね。なんかジャングルみたいな、チンピラみたいなのがたくさん来たような感じだったんですけどね。でそれからしばらくして、私は麻雀店に来る年代をぐっと下げてね、20代とか30代の前半までに絞っていったって経緯はありますけども、まあね、それも努力の一つだったかなと思います。まあ、とにかくこういうことの一つずつがものすごく面白かったのと、あとはやっぱりね、そういう今までにやってきたことを今日発揮することによって、 YouTube とかで、やっぱり見てくれる方もいるし、商品買ってくれる方もいるし、会いに来てくれる方もいますし、嫌いになる方もいるということで、いろいろですよね。だから吉田さんね、私思ってたのは、前の会社あるじゃないですか、でっかい会社ね、その企業から抜け出した時に、まあ、いろんなものを持って出たんだとは最初思ってたんですよ。もちろんリストもそうだし、お金もそうだしね、まあいろいろと持って出たんだなと思いましたけども、私今思うのは、まあ、お金にしてもね、リストにしても、その他のものにしても、持って出たにしても持って出ないにしても、それはね、そんな重要なことではなかったかなと思います。大事なのは、吉谷さんが誰とつながっていて、吉谷さんがそのグループを抜けても、いや、吉谷さんだからね、見てるんだよって人をどれだけ抱えられたかってことだと思うんですよ。その意味で言うと、私はそういうふうな関係だったですね、きっと。吉谷さんが会社を抜けられるときに、その会社のことももちろん、私はね、大事にしたいと思いますけども、その会社をまさにね、矢面に立って私と対話をしてくれた吉谷さんっていう人にも魅力を感じて、吉谷さんがピンになってもね、ライブ放送参加しようかなとかね、で水曜どうでしょうみたいなのやって、毎日どうでしょうになったんですかね。で水曜日にはやってないから、そこに私の番組をボンとかまして便乗してみたりとかね、まあ考えてみたら乗っかり合いのお互いの人生だったかなと思いますし、まさに今私はね、熟成さんにも乗っかってるわけなんですよ。熟成さんがなんかアクションを起こすと、それに対して動画を撮ったりとかメッセージを送ったりとかして、そしたらね、やっぱりね、生徒さんは感動作るんですよね。塾長からメッセージが来た、ありがとうみたいな感じで、そしたらその動画作るじゃないですか。そしたらその方の視聴者さんにも私のことが広がっていくし、そこからのね、入塾もありますしね、
そこからの商品購入もあったりとかして、ものすごく縁も広がるし、喜びも広がるし、私が速稼塾で出会った方っていうのはみんなね、まあお互いにものすごくコミュニティとか家族を感じていただいて、日本全国どこに行ってもね、私も実際に2018年2019年と感染症が入るまで日本全国旅したわけですよ。もう本当に毎日のようにね、 1年のうち200日は家にいなかったというね、どっかの誰かのところにいた、47都道府県のどこか、もしくは海外のどこかに行ってましたけども、どこに行ってもね大歓迎されて、もう世界中が私の味方になったような気がしましたよね。そのぐらい YouTube とかインターネットっていうのは私の世界観とかね、先入観を変えてくれました。最初はね、麻雀店の店内しか見えてなくって、インターネットで放送するのっていうのはどちらかというとおまけだったんですけども、一気にですね、麻雀店がおまけでインターネット放送が主導になりました。本業になりましたよね。でその本業っていう意識は今でも間違いなかったと思って、私はね、朝起きてから夜寝るまでどれを切り取ろうかな、どれを動画にしようかなって考えっぱなしですよね。で今回はね、あのシャープからマスクが昨日届いたんで、その動画をさっき撮ったんですけどね、それもエピソードの一つですし、他にもね、身の回りのものを見たら全部動画にしたなみたいなね、この10万円もするデジカメ買ったけど全く使わないというね、やっぱり昔のカメラの方がいいやみたいなことに気づいたということで、これ非常に無駄になってしまったという、こんな無駄をしてしまったというね、なんかで活用したいと思いますけどね、そういうのとかね、与沢さんの本を買ったけども何回も動画で使わせてもらいました。これ動画ね、これね1600円でしょ、完全に本の代金は回収してますね。まあナイト2000もそうですけども、車を買ってその車がアクセスを呼んでくれて速稼塾売れるみたいな流れもね、もうできてますんで、まあ、1000万近い車ですけどね、あの車は着実に自分の減価償却を達成してくれてるなというところもあります。本当に面白いですね。これが全部努力かっていうと、まあ人から見れば努力っていうふうに見えるかもしれませんけども、全部が全部ね、私やりたくてやったことなんで、努力のどの字も入ってないんですよ。まあ、本当にね、サボりたくって楽しみたくって楽をしたくって追求した結果 YouTube 一本になったって感じですよね。その代わりその一本はバカ正直に突き抜けて万の単位でいくわけですよ、うん、そのぐらい好きになってるわけなんですよね。それこそ1日にね、動画撮影の本数が10本以下ってことは私の人生でもあれ以来なかったです。2013年から全然ないですね。だって楽しいですよね。アップロードでも、もうかなりね、アップロードの環境もスムーズになって、パソコンのスペックも良くなったんでね、最初はやっぱりね、時間かかりましたね。あの10分の動画をアップロードするのに40分ぐらいかかった覚えがあります。それでも楽しかったですからね。自分のことが世界に広がっていく、世の中に広がっていく、これはこんな面白いことはないなと思いましたんで、私はね、YouTube をされる方がもしね、いらっしゃったら、もう、もろ手を挙げて応援したいと思いますし、だから逆に億万長者合宿でね、私のアカウントの中であなたを紹介しますよって言った時に、そのチャンスに気づけないとかね、その準備をしてないってことに、まあ、本当にね、こう落胆もしましたし、憤りも感じましたし、でも新たなる希望も見出しました。これがものすごく大事な機会を失ったっていうふうに分かっていただければ、きっとね、億万長者合宿が終わった後もこのやり取りの動画についてきてくれたり、それに負けないね、やり取りをあの時の、あの合宿に参加してくださったね、塾生さん同士でやってくれるんじゃないかなというふうに期待はしてましたけども、今どうなんでしょうかね、だから努力をしないとできないぐらいだったら、もうやっぱりどっかでね、息絶えると思うんですよ、そうではなくて、心の底から内側から湧き出るようにね、何もかも自分の髪の毛一本まで楽しめるような、汗の一滴まで楽しめるようなね、そんな人生が人生だと思うんですよね。まあなかなかこの辺の感情ってのは分かりにくいと思いますけども、さあそれではまとめに入っていきます。努力、そうですね、努力っていうテーマで話せばキリがないんですけども、努力をしているうちはまだ三流というふうに言わせていただきます。楽しみ始めてなお二流と。で、一流は何だと、私の定義では無意識ですね。無意識のうちに全てが済んでいるというね、それが私の今日の時点でのね、このまとめになります。明日になったら変わってるかもしれないですけどね明日になったら変わってると思いますけどもね。はい、ということで今日はそんなところにしましょうかね。人生を生き抜くための3つの努力って書いてますので、私はね、人生における3ステップというふうにタイトル付けさせてもらおうかなと思います。これはちょっと SEO 的に効果薄いと思いますけども、そんなこと気にしてらんないです。もう自分チャンネルですからね。では行ってらっしゃい。